五輪の豊かさを実現するエクササイズ。五、多くの人々を引きつける。引き物語。この練習を使って、仕事上の顧客、自分の計画に関心のある人々、また、自分が何らかの方法で奉仕したり、助けたりする人々を引きつけることができます。準備。数分間邪魔されないで、くつろぎ、考えることができる時間と場所を見つけてください。では、始めます。ステップ1。自分が引きつけたい人々のことを考えてください。これらの人々が持っているすべての質について考え、それらをリストアップしてください。彼らの興味は何ですか？あなたは彼らにどのように奉仕できますか？彼らのことを考えるとき、どんな気持ちになりますか？彼らとどんな関係を持ちますか？できるだけ完全に具体的に述べてください。ステップ2。自分がこれらの人々と関わっていることを想像している場面、あるいは自分が彼らに対して良い感情を経験している場面を生み出してください。ステップ3。ハート、心臓から磁力コイルを生み出してください。はじめ、それを自分の体の大きさにし、それから自分が望むだけの大きさにしてください。あなたの仕事によって助けられるすべての人々の魂に、自分のハートから呼びかけを送っていると想像してください。あなたが提供しているものが何であれ、それによってどのようにあなたが彼らの人生に貢献できるかをテレパシーで話してください。例えばあなたがある製品を売っているならば、その製品によっていかに彼らが人生を変えることができるかを心の中で話してください。あなたが人々に奉仕したり彼らを助けることに焦点を合わせるとき、あなたが引きつける力はとても大きくなります。あなたの仕事に価値を見出し、それを敬う人々を求めてください。というのは、あなたの仕事を敬わない3人の人々を引きつけるよりも、そうである1人を引きつける方が好ましいからです。人々があなたに与えるものや、あなたが彼らから欲しいものに焦点を当てないでください。なぜなら、そうするときは、あなたの磁力は強くないからです。これらの人々の高い幸福に奉仕することで、自分が何を提供できるかを自覚し、心に留めて人々を引きつけてください。Thank you.
ステップ4。自分のコイルを通じて力とエネルギーを循環させ始めるとき、自分がそれを必要としているというあらゆる気持ちを手放してください。あなたの仕事に恩恵を与え、魅せられた人々が自然にやってくることに執着なしに任せてください。あなたに知ってほしいことは、その人の意思に反しては、どんな人に対しても無理強いさせることはできないこと、そして、関わるすべての人々にとって、高い幸福になるときに初めて、人々を自分に引きつけることができる、ということです。ステップ5。コイルにエネルギーを送り、それをハートから送り出すとき、自分が述べた人々について考えてください。あらかじめ、これらの人々に、彼らを奉仕する機会を与えてくれたことで感謝してください。コイルを通じて、ますます多くのエネルギーを送り出したり、それをますます大きくするにつれて、それが自分の都市、県、あるいは国全体に届くことを想像してください。ステップ6。人々があなたと結びつくとき、自分の周りに何百、それから何千という電球が光っているのを見てください。光線があなたとあなたが関わろうとしているすべての人々の間で行ったり来たりするのを想像してください。こういう光景を見て、どんな気持ちがしますか？自分のビジョンをできるだけ実感し、また工夫してください。例えば、あなたが自分の仕事で人々と関わりたいと思っているならば、1週間に10人と関わっているとき、自分がどんな風に感じるかを想像してください。彼らのエネルギーを感じ、それを自分の現実の一部にしてください。あなたがこの数の人々に関わるとき、あなたの生活はどのように変わりますか？さて、今度は1週間に25人の人々に自分の仕事で関わることを想像してください。ステップ7。ますます多くの人々とつながることを想像し続けてください。1週間に50人、100人、そしてさらにもっと多くの新しい人々があなたの仕事と関わって、何らかの形でそれによって助けられることを想像してください。ステップ8。ますます多くの人々とつながるにつれて、
このことが自分の生活にどんな変化をもたらすかを感じてください。ますます多くの人々を想像するにつれて、自分が楽にこの数の人々とつながることができるように、自分の心のイメージを調節してください。もしそれが最初楽に感じられなければ、そうなるまで様々なやり方でこのつながりを想像し続けてください。これを簡単に想像できればできるほど、ますます楽にそれを現実化できます。自分の仕事でこの多くの人々に対応するのに必要な生活様式、仕事の構造、助力を求めてください。ステップ9、自分の姿勢と呼吸を観察し、それらを少し変えることで自分の中の引きつける力をもっと自覚できることに気づいてください。ステップ10、どのレベルであってもとても気持ちよく感じるところでやめてください。あなたにとって受け入れ、楽しめるだけの人数と関連を持つため、適当な計画が各々のレベルにあることを知っておいてください。ステップ11、内面に入って自分のハイヤーセルフにどのくらい引きつける作業をやったらよいか尋ねてください。ステップ12、この状態からゆっくり出て体を伸ばしてください。次の数日間、これらの人々について、またどのように彼らと接触できるかについて、何か洞察がないか観察してください。自分がもはや関係を想像できなくなるまでに、何人の人々に到達できたか観察してください。その数よりも少しだけ少ない人々とつながることを視覚化し、その感覚をできるだけ楽しく、軽く、気楽なものにしてください。そして準備ができた時、より大きな数に移ってください。より多くの人々について楽に感じるようになるにつれて、これらの人々を
自分の人生に連れてくるのに必要な変化を自分のエネルギーの中に生み出すでしょう。